重大発表しようかなと。だったらもう、勝ち。全然女だからとか、そんなことはやらないです。パブライブとかマジで意味がない。頭やりたい放題。犯罪者です、あなた。はい、皆さんこんにちは。セドリチャンネルの内宮です。舞高です。はい。本日なんですけど、まあ僕ら、去年から、ちょっとコンサルをしてほしいっていう方とかも増えてきて、コンサルを、まあ、立ち上げたんですけど、すごい。それのお話だったり、まあ、今後の僕らのこの1年の動きっていうのをお話しようかなと思うんですけども。へぇどうぞ。そうですね。まあ、コンサル生入ってくれた方には、まあ、もっと利益、やっぱ上げてほしいと思うんで、まあ、より良い動画をまあコンサル生にお届けして、まあ、YouTube 見てる人には、もっとこう、セドリの良さっていうのを知ってもらうために、積極的な商品のなぜこの商品を仕入れるとかっていう詳しい説明を、よりちょっとレベルアップした動画を届けていこうかなと思うんですけども。ただ、今のその、前方さんのやり方なさるのは、乗り物にもならないんですけども。勉強することはないです。いやいや、そんなことはないでしょ。まあね、まだ相場とかはね、日々変動してるんで、日々勉強という、まあことなんですけども。そうです。最近とかってやってます？その勉強とかします。まあもちろん仕入れはするじゃないですか、電脳とか。だから勉強で、まあ仕入れするときにまあリサーチするやん。まあそれが勉強やん。あ、これこんなに上がっちゅうやとか、あ、これちょっとそう落ちちいなっていうのをまあ見るような。あれが勉強って言ったら勉強かな。やっぱある程度見てたらその、わかりますよね。落ちてるとか、あ、今回ちょっと、今年このブランド人気出てくるんじゃないかとか、先月に比べて、そのブランドでも倍が上がってきてるな、みたいなのがわかる。まあ結構俺はもう、ブランドオークションばっかりやり、ブランドもんとか見て、まあ上がってきてるのとか、下がってるのとか、こんなブランド、こんな値段つくね、みたいな気づきがあったりとか。まあそんな感じかな。やっぱその、店舗はその、なんつうか、オークション、僕らが使ってるブランドオークションにない商品を、まあ店舗にはドスされるじゃないですか。まあ、ゴミクズブランドね。まあ、そういう言い方は僕はしてないんですけども、あまりその人気のないというか、まあ、B 級というか。いや、どうかのころは C 級やろ。でも、あっからも利益取れるじゃないですか。そういうのって正直もう僕らも、店舗に行ってなかったらだんだん覚えれなくなるじゃないですか。ああ、まあ、ブランドね。でも、トゲないと喋れないですが。俺は忖度せずに、みんな思ってるやんか。思ってるでしょ。まあ、ゴミブランドやけど、まあ、売れる気買おうか。ゴミです。ゴミですね。まあ、古物持っておけば、より幅は広がっていくので、仕入れの幅が。ぜひ取ってほしいんですけど。まあ、手取りしてる人は、もちろん、でもなんか微妙じゃないですか。どうなんですかね。別に、そこまで上げてなかったら、なんで、ええか、みたいな感じになる人も、中には。良くないですよ。犯罪者です、あなた。取ってください。まあ、古物取ったら本当に背取りをちゃんとやっていくってなったら、幅広がるの。古物持ってたら入れる仕入れ先とかもあるし、まあ、何より安心材料ですね。それよりリスクとかね、考えたら一番怖いですよね。そんなんもう、意味わからない。パクられるとかマジで意味わからない。頑張って、月利上げ出したのにパクられました。みたいな話になる。話になる時、まあ、絶対それは取る。まあ、2万ぐらいで41ぐらい取れるんで。で、今、方針が変わって、お住まいの地域の管轄の警察署で取ったら、それ全国どこでも使えるようになってるんで、まあ、昔はダメだったみたいですけど。だからもう一個、もうその住んでる県で申請ちょこっとやって、で、あと待つだけなんで、何もしなくていいんで。で、取ったらもう、勝ち。あとはもうやりたい方で。はい。やりたい方でですね、言い方ですけど。まあ、古物持ってますというのね、大事ですよ。あと、結構、いろんな情報発信者、電脳がどうとか、メルカリで仕入れるとか、ヤフオクで仕入れるとか、まあ結構グレーなんで、とか、多分とかアウトなんで、ヤフオクやったら、まあストアアカウント、まあメルカリでもストアアカウントから仕入れるようにしないと、まあ個人のやつじゃダメっぽいんで。そうですね。ストアアカウントやったら大丈夫ってとこ、勘違いしないように。まあそれもなんか多分、まあ後々にね、なんか変わってくるとは思うぐらいやけど、まあまだダメなんで、まあそんなんを、推奨してるとこ、良くないと思うんで、あんまり騙されない。ヤフオクから仕入れてメルカリで売るっていうんじゃなくて、ヤフオクのどこから仕入れるかまでちゃんと教えておかないと、本当に危険なんで、まあ、なかなかそれで捕まることはないでしょうけど、無限にいるんですね。まあでもダメ。うん。そのダメなのはダメなんで。僕はね、へこするの好きじゃないんですよ。真剣に勝負したいんですよ。なんかね、昔ゲームとかでも裏技とか使って強いやつがおったでしょ、周りに。嫌いなんですよね、やつ。ああ、僕使ってましたね。嫌いもんな。もう、なんとかで。嫌いですね。ちゃんと勝負したいじゃない。はい。まあ、セドレ勝負じゃないけど、まあ、己との戦いね。まあ、己との戦いね。あれ、かっこいい名言出ましたね。で、こうしたら別に、短期的に見たら利益になるかもしれないけど、長期的に見たらリスクやし、その利益で取れた分以上の、リスクがあるんで、やめといた方がいいですよ。絶対に取りましょう。はい。クリーンにね、やっぱり経営はしていかない関係。ちょっとでもね、グレーな部分は排除していきましょう。僕らなんて、古物持ってないって疑われて、古物商まで見せましたもんね、ショートで。まあ、あれだけ見せておけば、これ偽物で破ってくる人もなかなかじゃないでしょ。だから、ああいうコメント書くやつは、はい、知識マウント。ああ、そうですね。そうですね。古物って知ってるみたいな。俺は古物っていうのを知ってるよ。うん。君たち知らないでしょ。キーワード俺は知ってるよって言いたいやつ。みんな知っちゅう。アホ。アホ。なかなか知らないところなんですからね。まあ今年は店舗実践以外にも、リペアとか毎回上げてるんですけど、もうちょっとレベルの高いのも上げれるようにしていこうかなと。YouTube はやっぱ無料で見るじゃないですか。うん、そうで、まあ、うちに教えてくださいって言って、まあ、お金いただいてる身なんで、あんまりごと、情報を出しすぎても、コンサル生の方に失礼かなって思うとこがあるんで、バカみたいには出せないんです。ただまあ当たり障りないっていうか、これぐらい、うん、ちょっと調べれば出てくるよぐらいのことはまあ発信はしてますけど、まあ、うちはそんな感じですね。なんで、2023年、あれだな。やりました。でも僕は、セドリの情報発信、まあもちろんしてますけど、はい。じゃなくて、YouTube はもうちょいバラエティに振りたいなと思って。そうですね、僕らは結構。撮影楽しいんですよ。なんか、前回やったクイズとか、はい、オセロのやつとか見てくれましたまあ、概要欄貼ってくんで見てください。そういうやつね、楽しいんですよ。まあ、今年も、店舗作り以外の、なんか僕らが楽しむ動画もあげますよね。そういうのは定期的にあげるんで。はい。まあ、興味ない人は見なくていいんで。大丈夫です。自己満でやってます。勉強プラス、僕らの思い出作りということなんですよね。趣味というか。思い出作りではないんです。ダメですか？お前との思い出いりません。気持ち悪い。動画楽しいでしたけどね。動画面白い。お前がおる気が。あえて僕ですよ。お前がおる気がしません。なんで、はい。ちょっとバラエティ寄りな動画も。まあ、一応ね、セドリを絡めていこうかなと思って、まあ、今若干、前回のオセロのやつとかも、まあ、セドリやってたら、出くわすであろう、ブランドのロゴとか、クイズでやってみたんですけど、さすがに、絡めてね。全く絡めてないのやらないですよね。やります。やるんですか？はい。今年はやっていきます。全く絡めてないの。だから別に、それは見んでもいいんですよ。ああ、そうですね。ただ、まあなんかコメントとかいただけるんですけど、なんかただ普通喋るだけでも構わんみたいなコメントもあって、まあ一定層本当に、まあ 1% 未満でそういう需要があるので、はい、まあそこはその人たちが見てくれたらいいんで。そうですね。で、もう本当に勉強したいって方は、もう店舗実践動画とかも、毎月6本以上上げてると思う。はい。まあそれ見てもらって、他のね、某配信者たちはね、はい、遅いんで、更新が。そうですね。うちほどの店舗実践の更新がないと思う。で、更新かかってきたら、実売やって、そうですね。信憑性高めて、そうですね。っていうやり口、うちは。動画出したら僕ら全部やっぱり売れましたらできないじゃないですか。でも出した日には。でも出したくて仕方ないですもんね。出品してないんで、その動画出た日。出したくて仕方ないですから。だからまあ、前回実売から、まあその前から、まあその売れた日とか、出品した日まで公開して、まあどれぐらいの回転率があったかやっていくね。今後もあれは毎月1回は続けていきたいです。うん、月1回はやりたい。でもまあそのためには店舗実践せないといけない。そうですね。本当に店舗行くのマジめんどくさいからね。店舗行くのっていうか撮影しに行くの。はい。めんどくさいです。でもかなりの移動になっちゃうんですよ、僕ら地方。いいな。まあ、高知って需要ないじゃん。はい。一回も高知でやってくださいよって言ってないし、それほどまでに高知の需要ないから。ないですね。いろんな県から来たいんだね。確かに、いろいろ来てくださいみたいな、ここでやってくださいみたいな。あるけど、高知からなんですよ。取ろうと思ったら秒で取れるんですよ。取ろうと思ったら取れるんですけど、取ってないんですよ。まあ、取る気もないんですけど、はい、言われて。なんかバラエティ系の企画って、僕、もっと伸ばしたいんですよ。再生とか。どうにかなりませんかね。なんか、ちょっと、V とかやめてほしいですね。そんなんまあ、やるかもしれんけど。やるかもしれん。何やったっけ、何話した、くしゃみで飛んだ。何やったっけ。バラエティ特化が。バラエティ特化の。じゃあ全く絡めてないの、これからとっていくことですか。だから別に YouTuber になりたいわけじゃないんですけど、まあ YouTuber っぽい企画というか、はい、僕はクイズとか好きなんで、そんなの持ってきたのかと思っています。アニメクイズとかそんなのもやるかもしれないですよね。はい、再生回すために、作業用 BGM みたいなの作って、ひたほら、全部そのようにブランド名とかを言うから。めっちゃ嫌やな。なんか、それいらんっすね。ほんと何が当たるかわからないんで、YouTube って。店舗実践動画なんてね。天井が決まってるっていうか、どうせやったら100万再生とか見てみたいですよね。メイン動画で。メイン動画ね。ショートはどうでもいいよって別に。はい、メイン行きたいけどね。これもちょっと、案をなんとかください。こういうのしたら伸びるんじゃないですか。はい。Vlog 失敗か。Vlog、そうですか？え、どうなんですか？周り的によくない？いや、いつも通り。僕やっぱ、僕がメインなんですけど、僕しかできないんで、ちょっと恥ずかしかったんで。あんまちゃんとやってないんですけど。まあ、お前に需要がないのかな。ん？お前に需要？え、どうですか？あんまよくなんか Vlog ってなんか回るイメージ。そうなんですよ。Vlog ってなんか回るイメージ。でも、よく考えたら、だからそこそこ知名度の人の日常というか、プライベートどんなんかっていうので、やっぱ気になる人多いんです。お前のプライベートの位置も気になる。確かに。一般人の、高瀬戸やってるやつの Vlog バージョンもないです。ないね。いや、でもやってください。なんで？いや、旅行に来てましたよ。めんどくそだったけど。やりましょう。めんどくさそうやき嫌い。じゃあ、まあ俺が、なんか負けてね。はい。まあ勝負、バトル系の企画やり。はいはい。お世話だな。なんか負けて顔出しやん、俺が負けた時。あ、そう、必然的に。顔出したら、取るわ。じゃないと、だってもう、寝起きからやるよ。起きてマスクしてますから、もうやらせ確定。確かに。今年は、はい。僕らってまあ、オークションとかやってるじゃないですか。なんか一番のところ、実際に行ってるところが、まあ、取らせてくれるんだって、そういうのも届けたんですけど、私。あ、古物市場。はい。ああ。まあ、撮影が、おるろうよね。まあ、見たい方も中にいるんじゃないかな。市場潜入動画を。どんな感じか。はい。案件で欲しい。案件お待ちしております。じゃあ、そろそろ本題の。はい、本題。今回のサムネ見てもらったらわかると思うんですけど、別にそんな大したことはない。ではないんですけど、まあ、僕らの2023年の目玉企画ですよね。うん、そうやね。1年かけてお金の企画。47都道府県セドリツアー来ましたね。これはなかなか大変だと思いますよ。まあ、そういう声が多くて、はい、なんか田舎でもできるんですかとか、いや、都会の方だから店舗多くてセドリできれるんでしょ。そんな声があったんで、やってる人おると思うんですけど、うちは早いんで、更新。まあでも1年はかかるかなっていう。さすがに1年はかかりますね。で、今まで大阪の動画とか、広島とか、岡山とかで撮影してるんですけども、まあそこは一回リセットして、はい。もう1からという感じで、あ、47じゃなくて46です。こちらやらないんで。コーチ見たい方は、すいません。やりません。マジでやりません。じゃあ46都道府県、全部回ってみたいな、はい、いうふうに思ってるんですけど、46都道府県、1年で回り切ります。絶対に。どんな田舎でも行きますから。はい。行く前に告知したとしないね。あ、そうですね。ほんで、まあ視聴者さんとかおったらね、はい。なんか話とか聞いてみたりしたり。そうですね。なんかそういう交流知ってみたいなと。全然喋ってください。写真撮りましょう。写真 YouTube に上げていいな。モザイクかけるんで。なんだろう、ちょっと告知とかしましょう。そうやね。まあ、告知は Twitter とかにしてるんで。はい、そんな感じでじゃあ、はい。告知して回りたいと思います。はい。大体まあ、月に何件いける？まあ、月4は回らんといけない。そうですね。月4件回るで、しかも、あと10ヶ月しかないでしょ？そうか。じゃあ5件ぐらい。月5件か。あれ、僕らほとんどコーチいません？もしかして私。いや、まあ、それは前からあんまおらんね。まあまあ。だからね、別に、コーチにおらんなるのは全然いいんです。だから月4件か。しかもカロスみたいな。まあ、なんとしても達成します。46都道府県。こんな感じで終わりましょうか、今日は。そうだね。まあ、発表としては、その、46都道府県。はい。今年中に回りますよと。おったら声かけてください。視聴者さんと、100人は写真撮られるんですか？今年だね。今年の目標。47都道府県行って、100人の方と、写真を撮る。公式LINEの方でも、いついつどこどこ行きますっていうのを、まあ、発信しようと思うんで、今日はそんな感じの僕らの1年間に大プロジェクトの報告でした。僕たち頑張るので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、ウェルマップの通知、公式 LINE の追加、Twitter のフォローよろしくお願いします。コメント、6個お願いします。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。本日は最後までご覧いただきありがとうございます。テトリス公式 LINE にご登録いただくと、アパレル転売に関する有益な情報や、実際に仕入れて販売した販売データなど、様々な情報発信をしております。これから副業を始めてみたい方であったり、今副業をやってるけど、あまり利益が出てない方、利益が出てるけど、これ以上もっと伸ばしていきたい、起業したいだとか、脱サラしたいだとか、そういった方に向けて、コンサルティングの方も行ってます。コンサルティングについて気になる方や、何かご質問等がある方は、概要欄の方から LINE の方を追加していただいて、ご質問してください。Zoom にて無料面談会を始めておりますので、ぜひ公式 LINE からお問い合わせください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。本日は最後までご視聴ありがとうございました。